今日もカヤックフィッシングを楽しんできましたので、その動画の模様をぜひご覧くださいませ。それでは行ってきます。あ、釣れました。シーバス、バスだね。シーバスです。おう、ちょっとちっちゃいけど、じゃあ痛い痛い痛い痛シーバスです。ちっちゃいシーバス釣れました。あ、チンタです。チンタです。うわうわ、今ですね、ポイントを変更するために場所を移動しています。カヤックはね、モーターボートと違ってかなりですね、こう入り組んだところでもね、気軽に入っていけますし、浅瀬になってもですね、プロペラとかそういうのがありませんので、問題なくポイントを探ることができます。まあデメリットとしては人力ですので、疲れたら休憩するそして回復したらまた漕ぐという、まあそんなところでしょうか。あと横波とか引き波とかですね、結構強いもんですから、先ほどモーターボートが勢いよく横切っていきましたけど、その引き波にもですね、結構高さがあったんですけども、プカプカ浮いてることができて、問題なくすり抜けることができました。だいぶ遠くまで来ました。この辺りでね、一回ちょっとまた仕掛けを投入してみようと思います。何が釣れたかな。あ、クロダイだ。クロダイ釣れました。めっちゃ元気がいいです。何か釣れてます。あ、クロダイ。クロダイです。Yeah.